実は殺人罪よりも重い2つの罪。多くの人が人を傷つけることが最も重い罪だと考えるかもしれない。しかし実際にはそれよりも重いとされる罪が2つ存在する。1つ目は通貨偽造罪。これは偽札を作る行為を指す。通貨は国の信用に基づいているため、偽造すると国の経済や信用に大きな影響が出る。通貨偽造罪が成立するには偽造した通貨を使う意図が必要だ。ただし教材として作った場合など使う気がない場合は罪にはならない。対象となるのは日本のお札や硬貨である。通貨偽造罪の罰則は非常に重く、無期懲役が科されることもある。通貨偽造罪は偽札を準備したり計画を企てたりしただけでも適用される。偽造しようとして成功しなかった場合も通貨偽造未遂罪となる。偽造の目的で機械や原料を用意しただけでも罪となる。これを通貨偽造等準備罪という。通貨を偽造すると社会の秩序が乱れる恐れがある。子供の頃に使う万札のメモ帳はおもちゃである。問題はない。しかしプリンターで1万円札をコピーすると警察に情報が行くことがある。最近のコピー機は偽造を防ぐために印刷できない機械もある。もし偽札を知らずに使ってしまった場合、罪には問われない。しかし、偽札だと知って使った場合は罪になる。2つ目の罪は、国家転覆罪である。これは、国家の安定や市民の安全を脅かす行為を指す。具体的には、クーデターやテロ活動などが含まれる。この罪も非常に重く、死刑が科されることもある。特に、外観誘致罪は、外国と共謀して日本に攻撃を仕掛ける行為を指し、この罪の刑罰は死刑しかない。昭和初期の日本にもこの罪に関連する 2.26 事件という事件があった。 2.26 事件とは1936年に日本で発生したクーデター未遂事件である。この事件は日本の陸軍内部での対立が背景にある。統制派と行動派という2つの派閥が存在していた。統制派は国家全体を統制下に置くことを目指し、行動派は天皇を中心とした国家を望んでいた。行動派の青年将校たちは政治の腐敗や農村の貧困を元老政治家のせいだと考えていた。彼らは政府要人を排除すれば天皇直轄の政府が実現し問題が解決すると信じていた。この考えが彼らの反乱の動機となった。1936年の2月26日、彼らは大勢の兵を連れて反乱を起こした。政府の高官を襲撃し東京の重要な場所を占拠した。しかし事態は好転しなかった。陸軍首脳部は天皇の意向を受けて彼らを反逆者と認定した。武力で鎮圧することが決定され、彼らのほとんどが投降した。一部の将校は自ら命を絶った。襲撃された側の死者は殉職した警察官5人を含め9人であった。昭和天皇はこの事件に激怒した。軍部は4日間で事件を鎮圧した。事件後、行動派は一掃され、統制派が陸軍の要職を占めるようになった。関与した青年将校たちは特設軍法会議で審理され、17人に死刑判決が下された。このうち15人は判決からわずか5日後に刑が執行された。この事件は日本の政治や軍の内部における対立を露呈するものであり、後の日本の歴史に大きな影響を与えた。このビデオは過去に起きた事件を風化させないために、そして事件の詳細を知ることにより一人でも多くの人が危機意識を持ち、被害に遭う人が一人でも減る一助となることを願っています。チャンネル登録、高評価、コメントでぜひ拡散にご協力をお願いいたします。私たち一人一人が危機意識を持ち、被害者とその家族に正義をもたらすことができれば、世界は少し明るい場所になると信じています。最後に事件の被害者とその家族に深い同情と敬意を表します。一日でも早くこのような悲惨な事件が起きない世界になることを願っています。